真島正俊さんが、河本大人さんらと共にザ・ブルーハーツを結成し、1987年5月1日にシングル、リンダリンダでメジャーデビューしました。1995年にザ・ブルーハーツを解散して以降もずっと河本さんとタッグを組み続け、ザ・ハイローズ、ザ・クロマニヨンズといったバンドで活動しています。ほとんどプライベートについては語ることはありませんが、ファンの間では結婚もされていると言われていて、娘さんはモデルの真島桃子さんでは、と噂されています。そんな真島正俊さんの娘はモデルの真島桃子さんで間違いないかという話題と、嫁といつ結婚したのかという話や、資格についてなど、お伝えします。真島正俊のプロフィール、愛称、マーシー、本名、真島正俊、生年月日、1962年、昭和37年、2月20日。身長、171センチメートル。出身地、東京都日野市。最終学歴、東京都立久留米西高等学校卒業。所属事務所、ハッピーソング。牧師、真島正俊の娘はモデルの真島桃子。嫁とはいつ結婚した。自宅で管理できなくなったレコードをマンションへ。真島正俊の娘はモデルの真島桃子。真島正俊さんには、娘さんが一人いらっしゃいます。生年月日などの詳細はわかっていませんが、真島桃子という名前でモデル活動をされていたそうです。真島桃子さんというモデルさんはマーシーの娘さんというのを小耳に挟んだんですけど。本当ですかね ?pic.twitter.com/mxcn32h69 ラストフォークロマーニョンズと始動、アットモヒカンソウル、フェブラリー20、2016。画像を見た感じだと、クリッとした大きい目が父親の真島さんによく似ていらっしゃいますね。奥様も同様に情報はほとんどありませんが、桃子さんを見るとお綺麗な方ではないでしょうか。2013年にファッション関係の方のブログにモデルとして紹介されていましたが、その時桃子さんは19歳ということでした。ですので、2023年現在では29歳あたりの年齢になられているはずです。現在もモデル業を続けておられるかどうかは不明ですが、少なくとも、真島桃子という名前では活動はしていないようです。文化服飾学院でファッションの勉強をされているという情報もありましたので、モデルではなく服を作る仕事や、ファッションの裏方の仕事をされている可能性もありますね。ザ・クロマニヨンズの衣装を桃子さんがデザインする、なんて親子共演が実現するなら、それは見てみたいですね。もしかしたら結婚などをされていて、ファッション業界からは離れられている可能性もあります。お子さんが生まれていたら真島さんもおじいちゃんということになりますね。近年ファンの方から、テレビなどでの真島さんの佇まいがおじいちゃんっぽくなったと言われていますが、もしかしたら本当におじいちゃんになられている可能性もありますね。ともあれ、父親が日本を代表するパンクロックスターの真島さんというのは、娘さんにとっては非常に誇らしいことではないでしょうか。嫁とはいつ結婚した?真島正俊さんの結婚については、全く詳細は分かっていません。まず、ご本人から結婚されたという発表はこれまでされたことがありません。ですがファンの間では、まだザ・ブルーハーツとして活動していた時に結婚したのではないか、と言われています。しかし、一説では、奥様は真島さんの20歳近く年下、とも言われているので、ザ・ブルーハーツ当時に結婚していたとなると未成年と結婚した、ということになってしまいます。また、娘と噂されているモデルの真島桃子さんとの年齢差を考えると、奥様が20歳近く年下、という話もありえないと言われています。
1989年11月21日にリリースされた真島さんのソロアルバムに、さよならビリーザキッドという楽曲があり、舞台出しの歌詞が、21で結婚して27でもう疲れて、というもので、ご自身のことを歌っているのでは、と話題になりました。このアルバムが発売された時、真島さんは27歳でした。そこでファンの間では新しい真島さんの結婚説が出ており、サブルーハーツ時代に結婚して真島桃子さんが誕生したが、その奥様とは離婚、その後に20歳近く年下の女性と再婚したのではないか、と言われています。何にしてもご本人から結婚したとは一度も発表がないため、すべては噂の域を超えていません。ちなみに、奥様の名前は、久美子さん、という噂がずっとファンの間で語り継がれていますが、根拠についてなどは現在ではわからなくなっています。自宅で管理できなくなったレコードをマンションへ、真島雅俊さんのご自宅の場所については、一切明らかになっていません。どこの地域にお住まいになられているなど、ざっくりとした情報も全く見つけることができませんでした。ただ、真島さんはかなりのレコードコレクターで、あらゆるジャンルのレコードを収集しており、自宅では管理しきれなくなったため、自宅とは別にマンションを借りてそこにレコードを置いているそうです。お金持ちの方などでペットのためにマンションの部屋を借りている、というのは聞いたことのある話ですが、レコードのためにマンションを借りるのは真島さんぐらいではないでしょうか。そういったところからも真島さんの音楽愛が伝わってきますね。